プビーチャンネルです。今回は前ふわふわパフィーで作ったこのドーナツに色をつけていきたいと思います。ちゃんとした形ができたものが3つと、ちゃんとした形ができなかったけど食べかけな感じに切ってみたやつが2つです。これをそれぞれいろんな色でデコっていきたいと思います。使うものはガラス絵の具とこのアクリルのデコソース、低反発スポンジの切れ端とジョイントコーク、あとパステルもちょっと使います。ではやっていきます。レッツゴー。まずこちらにベージュの色をつけていきます。肌色と黄色を混ぜます。ガラス絵の具だけだと乾いた時に透明になってしまうのでパステルを使います。この色を塗っていきます。これで一回乾かします。こっちも塗ります。この2つをピンク色のいちご味にしていきます。ピンクのガラス絵の具にパステルの白と赤を混ぜます。これを塗っていきます。おー、いい色。これは焦げ茶色のチョコドーナツにしていきます。こんな感じに色を塗ることができました。1回だと色が薄かったので2度塗りしました。さらにこの上にチョコとかソースをかけていきます。まずこのチョコのドーナツにかけるいちごソースを作っていきます。白のジョイントコークにパステルで色をつけたものをソースとしてかけていきます。パステルを削っていきます。こんな風に塗れました。次にこのドーナツにつけるチョコソースを作っていきます。また同じようにジョイントコークにパステルを混ぜていきます。焦げ茶と茶色を適当に混ぜていきます。この色を塗っていきます。思ったより色が薄かったので今濃くしています。これをまた塗っていきます。こんな感じです。次はこのピンクのドーナツにホワイトチョコをかけていきます。少しだけ黄色を混ぜます。これをかけていきます。こんな感じにします。このドーナツには黄色いソースをたっぷりかけていきます。では塗っていきます。濡らした手でトントンして表面を滑らかにします。最後に1個はセリアに売っているいちごソースをかけます。これをまた完全に乾かします。最後にこの星のドーナツにお顔を描きます。ニコニコを描きます。
完成しました。やっぱり色を塗った方がリアル感が増すし可愛くなります。実は弟のお友達がこれまだジョイントコークを乗せてない時にこの状態でガブンって噛んじゃったんです。そのぐらいリアル、yeah. 一番のお気に入りはこれです。私ニコニコ好きなのですごい可愛いと思います。僕はこれかな。食べていいよ。今回初めてスポンジから作ってみたんですが、結構これだと簡単にできるし、すごく可愛く自分の好きな形にできるのでいいと思います。型さえあればどんな形でもできるので皆さんもぜひ試してみてください。私もまたなんか違うものを作ってみたいと思います。以上、ふわふわパフィーを使って作ったスポンジの色付けでした。バイバーイ。